皆さんこんばんは。今週も始まりました、森下仁丹プレゼンツバイオレディオでございます。さあゆかりん、はい、ゆかりんも体型がずっと変わらないなという感じはしますけど。でも確かにずっとこの感じかもしれないですよね、はい、なんか太ったりも激痩せしてるのも 見ないしなんか常になんかそのスタイルというかキープしてるなって感じがします、うんうんうん、確かに。なんかやってるんですか？なんかでもちょっと太ってきたなとか思ったら筋トレしたりとか、あと最近は酵素ドリンクを飲んでます。なるほど、やっぱちゃんと努力をしてると。はい、気を使ってます、はい。まあ、今回のゲストの方も、はい、もうプロポーションが変わらない、ずっとびっくりしますけども、はい、ちょっとゲストの方紹介してもらっていいですか？はい、うん、今日お越しいただいたゲストの方をご紹介いたします。シェイプアップガールズの中島文江さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして森下隆一先生にも来ていただいております。はい、どうもお願いします。いや、いかわらず、ね、お綺麗で、いやー、この度、はい、この度でもないか、あの中島文江ちゃんに高カネ協会のアンチエイジングアンバサダーにご就任いただきまして。アンバサダーありがとうございます。光栄なお仕事を。ねえ、もうこの番組のレギュラー陣の一角を占めていただきながら。そうですよね。お世話になってます。いやいや、いつも出ていただいてありがとうございます。こちらこそです。アンバサダー的なことというなんか何をするんですか？こうアンチエイジングの知識をいろいろ普及していくと。あ、世の中になるんだね。なるほど。ね、アンチエイジングの正しい知識を知るとこんなに若々しくいれるんだというお手本で、はい、ねえ、なんせ52歳って言っていいの？そうですね、はい、もうちょっとで53になるのでまだ2ですね、はい、すごいでしょ。で、あの写真集をお出しなさって、ね、写真集、これ52歳を記念してということですか？はい、ハッシュタグ52っていう分かりやすい写真集が出たということで、はい、ね、49から毎年写真集とかあの DVD を、そうなんですよね、おかげさまで出てるということで、すごくないですか？そう、そんな年な、シェイプガールの時とかしいけど、そのデビューした時から変わってないでしょ、スリーサイズ。あ、そうですね、体重とかはまあスリーサイズも、うん、ほとんど変わってないと思います。デビューから変わらない、すごいでしょ。それはすごい。いやいやいや、でもどうですか、あんまり体重変わんないっておっしゃってましたけど。いや、でも私は結構実は変わってるんですけど、それを、うん、見せないように見た目には見えないように、ね、見えた目には見えないようにしてます。いやいやいや、ぜひいろいろ教わりたいです。そんなそんな、そヨガ、ヨガ、ヨガはいいです。あ、なんかスタジオとかをやられて。そうですね、大観山で空中ヨガの、空中ヨガを使ったスタジオで、はい、そういえば静かの奥様、うちの奥様がお世話になれたと。実はですね、こう産前産後にもいいヨガでして、あ、全然あの割とね、こうなんていうの、流行り的に皆さん感じられてますけど、実はこうメンテナンスな感じで、割と老若男女的な改めてちょっとお聞きしたいんですが、空中ヨガと陸上のヨガって何がどう違うというか、どういう効果が違うというか。あの布を使うと、はい、ポーズが取りやすい感じ、あ、まあ、うん、アジャストしてくれるというか。そうなんです、感じなんですか、布が、ね、あのヨガのインストラクターでもいらっしゃる静香さん。そうですよね、実はそうですから、はいはい、そうなんですよ。なのでちょっと難しいポーズもできやすかったり、特に逆立ち、はいはいはい、もう難しいじゃないですか。そうですね、で安全に布を使うと初めての方でも簡単にできるので。へ、なんか逆のイメージでした。難しそうよね、もう床でやるヨガの方が簡単なのかなって思ってたんですけど。いや、意外と逆なんですよ。一回やらせてもらったんだけど、はい、気持ちいい。へ、そうなんですね。なんかね、気づいたらね、くるっと回ってんの一回で。へ、そんな気づいたの？知らないうちに、知らないうちに、もうね、くるっと。へ、あの最初のさ、逆上がり、はい、押した時ってそんな感じじゃない、はい、あ、子供の頃ね。そうそうそう、あれみたいな。そうそう、本当にくるっとね、あの自分で後ろにあの布がくっとあの、ね、重力でこう、はい、サポートしながら入っていけるので。ほ、どんな方でもじゃあ結構できる感じですよね。本当にね、大丈夫です。あの割 と、初めての方とか、まあ、あのご自身で元気、体調の管理できてる方はぜひ、うん、逆に不調感ちょっと腰とか肩にある方は、うん、なんて言うんでしょう、逆にこう伸びて
いいなんて声もあったり、確かにいただいてます。伸ばしづらいところがこう伸びるわけですもんね。そうね。しかもまあ空中の状態だったりしたら重力によって勝手にこうね、引っ張られる。そうなんですよ。骨盤調整とかいいんですよね。うん、だからこう産後とか、あのちょっと骨盤をキュッと締めるには良かったり、アンチエイジングヨガとしては先生どうですか？いいですよね。あと逆メソッドヨガ。逆メソッド、はい。一応私逆メソっていうのを提案していまして、はい、あの普段使ってない逆を使おう、はい、まあ、それが逆立ちにもなるんですけど、はい、あとこうどうしても肩とかね、あの前に入ったりするじゃないですか、うん、しっかり肩を開いて背中を使おうとか、これが難しいんですよね。今しかもパソコンの時代ですから、どうしても肩が前に入る、携帯持って肩が前に入るっていうのが多いんですよね。そうなんです、はいはいはい、なので意識をしていこうっていう、あの運動を今漏れなく皆さんと一緒に、はい、お伝えさせていただいてます。私本当寝て起きた時こうなってるんですよ。肩が上に上がっちゃってて、だからものすごくこの辺の筋肉固まってるみたいで。でも押せがある方って、私もそうだったんですけど、はい、やっぱり身長あることが、あのちょっとこう確かにコンプレックスにね、ヒール履くともう170センチぐらいになっちゃうから、ね、なんかやっぱりそういうのでちょっとこう控えめにしがちなところがあって、そうなんだ。身長高いの女性ってコンプレックスなの？そうそうそう、うん、今はもうそんなことないと思いますけど、確かにね、昔はそうかも、ちょっと猫背の子って案外背の高い子に多かったりもしましたよね。そうなんですよ、今でも。でもそうですか、今まだ若いですけど。あ、でも今もそう、今悩んでて、それで、うん、こうどうしても肩が上がって起きるから、こんな辺がすごく詰まっちゃって、だからぜひ改善したい。でもね、もう座り方一つで全然そこは、あのすぐ治る、意識で変わり、あのもう逆メソッドって本当に、うん、あの押す引っ張るっていう力を使っていくので、はいはい、座ってる時にしっかりお尻で座る。お尻で座る。で、そして押すと皆さんこう、ね、背骨がこうソファーから上がりますよね。上がりま、やっと上がりました。上がりましたよね、はい、それでかつ足の裏でしっかり踏む。足の裏で地面を踏む。で少し膝も、あの、まあ、ちょっとこう、あの、あんまり開きすぎる、男性はね、やっぱちょっと開きやすいんですけど、ちょっとこう、あの、しっかりここになんかブロックあったらブロックを挟むような感じで締めていくよ、はいはい、そうすると底筋っていうちょっとね、あの大事な、あの筋肉も骨盤底筋を使えるので、うんうん、内臓にもいいですし、あとこのちゃんと押すのでお腹に、あら先生姿勢いいです、うん、本当ですね、先生かわいい、かわいいですね、なんだかこれでも結構しんどいしんどいですね、しんどいですね。でもね、ヨガでよく言うのが、はい、あの立ってるだけっていうポーズが一番案外しんどいというか、そうって言いますよね。そうなんです、意外と木のポーズなんて本当立ってたり、うん、あと山のポーズなんて、はい、ね、そういう立ってるポーズほど立ててない人が多いっていう。しかもあれってね、しばらくするでしょ、はい、揺れてくるの人って。あ、そうですね、ちゃんと軸がない人はどん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 、え、自分で思ってないのに、うん、5分ぐらいしたらバーって揺れてくるの、こうやって。面白い。そうそう、いや本当に自分と見つめ合う時間としてめちゃくちゃいいですね。とってもそういう時間にはおすすめですよ。これでもいいこと聞いた ね、 いいこと聞いたね。なんか多分印象もいいですし、はい、体も、ね、にもいいです。腹筋も締まるな。そうですよ、やばいな。でもやっぱね、しんどいポーズしたくないですもんね、なかなかね。これ慣れてきたらいいってことでしょ。こっちの方が楽になります。なるってことですよね。逆にその楽と思ってた方がしんどく、逆なんですよね、全部。あともう一個僕ちょっと聞きたい、僕ちょっと反り腰系なんですけど。あ、そうなんですね。反り腰ってどうなんですか、うんうん、その反り腰ってやっぱりちょっとこうあばらがこう開きやすかったりしてます、うん、ちょっとこうお胸がこう少し、逆に肩は開きやすいんだけど、なんか割とこうちょっと女性の方に多いんですけどね、反り腰とか。あ、僕結構反り腰って言われるんですよね。本当ですか、はい、でもやっぱり反り腰がの人は逆にちょっと骨盤を立てるような、でもまさにこう踏んであげる、あの下にっていう踏んであげると骨盤がこうちょっと反ってるのが、うん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 、よくなるんですね。あの少しこう立ってくるような感じ。はあ、でもこういうのちょっと意識するだけでやっぱ常に若々しい感じで入れるますよね。多分姿勢でだいぶと、やっぱりね、姿勢大事だと思います。腰が曲がってたり首が曲がってたりするとやっぱお年を召した感じに見えちゃうから、うん、そう。だからよく頭の位置なんかもよくレッスンで使うのは、はい、両手頭の後ろに持ってっていただい て、これ座ってできるので、はい、そのまま頭と手で押し合う。さっき言ったあの
キックオフ化っていうのは両方の力を同じように均等に入れて、なるほど、なので頭で押す、手で押す、それをグーッとしていくとお腹にグッと力が入るところ、肘張りながらありません？あ、肘を張りながら、うん、後ろで手を組んで、頭の後ろ で、はい、頭で手を押して手で頭を押すという、はい、押し合うという感じですね。そうです。そうすると軽く顎を引いてくださいって先生がよくおっしゃるのが、うんうん、はい、そこなんですよね。だいたい姿勢悪いとみんなこう肩が前で頭が前に落ちてるので、はいはいはい、しっかりこう引いてあげるとお腹にも力入るし、その自分の頭の位置が分かる、はあ、あ、ここが頭が本来あるべきポジションだっていうことが分かるってことですね、はいはい、はあ、寝てる時もなのでこの感じで枕に入れると最高ですね。そういうことか。だから今もふやった感じだと、うん、あれや、日頃が前出てるってことや。めっちゃ前出てます。めっちゃ引いてます今。そうかもしれないですね、まあ、パソコンとかもうスマホってそうざるを得ないんですけど、先生どうですか、この見解は。ちょっと、ね、僕それ以前にもっとせどうも姿勢が悪いような気がする。もうすでにこれがしんどいんですよ。大丈夫ですよ、やっていくと。いいこと聞きました。すごい、はい、一発で、いいですね。こういうのも大事ですし、うん、さ、まあ、最初冒頭でゆかりに言いましたけど、はい、酵素飲んでるみたいな話しましたけど、ふみえさん的にはその食べ物飲み物で今現状ね、50歳を過ぎてから気をつけてますよみたいなことって今ありますか？やっぱりあの規則正しい生活っていうのは割ともう昔から言ってる一つベースで、食事、運動、睡眠、休息。でもやっぱり食事ってね、なかなか取りきれないじゃないですか、はい、なので、まあ、サプリでっていうのは結構補充したりっていうのは、ね、足りない部分はサプリで、まあ、森下仁丹さんもいっぱい出してますから、そういったもので補充していくと、そうですね、いうことなんですね。まあ、そうですよね。なんかあれ食べたい、あれから栄養って言ったら大変ですもんね、いろんな食材を用意したりとか、ね、画像で、ね、見るとすごいですもんね、量が1日分これだけ取ってくださいみたいな、ね、なかなか食べれないからね。そうな、ラウンドガールやるっていうなんかニュースで見たけど、ええ、ラウンドガール、ああ、そうなんです。ラウンドガールやったんですよ。やったんですか？はい、4月に、はい、17、はい、16、うん、すごいっすね。初めてのラウンドガール本当なの？そうなんですね、意外とそんなような仕事は、まあ、当時ラウンドがなかったかもしれない。そうですね、キャンペーンガールさんとかレースクイーンさんとかやらせてもらったことあるんですけど、はい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 、モデル時代に、うんうん、ラウンドガールっていうのはちょっとまた違う感じでしたよね。なんかやっぱりこう格闘技の盛り上げる前座みたいな、うんうんうん、感じだったので、はい、結構気合が入りました。あれだってね、格闘家の隣にいて、勝ったチャンピオンとかの隣にいて、うん、あのね、ラウンドガール水着の人とかここ並んだりするじゃないですか。あんなんなんかすごい怖いやろなと思って、やっぱ殺伐とした雰囲気やろうし、もうやっぱりこう全部から見られる感じはやっぱりちょっと独特でした ね。あ、なるほど。今後もだからね、アンチエイジング のアンバサダーも続いていきますから、きっとさらにさらに、美に磨きがかかっていくんじゃないかと思いますけど、次の目標みたいなのあるんですか？そうですね、149からお声掛けいただいてるこの写真集をどこまでなるほどできるか、由美かおるさんを目指してちょっとギネスに挑戦いきましょう。頑張りたいと思います。90までいきましょう。楽しみです。ぜひお願いしたいと思います。ね、毎回来ていただいてますけども、またちょっと近いうちに遊びに来ていただければと思います。中島文江さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。